令和の虎、その思いを金に変えろ。はい、こんにちは。ちょっと今日サムネ助けてくださいって書いてあるんですけど。はい。なんですか、ね、いや、もう助けてほしいんですよ。もう本当に助けてほしいんですよ。もう最近ね、はい、流した動画で、はい、新しく司会者も、ね、そうですね、はい、決まりまして、はい、まあ、1ヶ月に12人志願者がいらっしゃるじゃないですか。はいはい、このうち半分は、はい、しずくしさん2本と、バーさん4本で、今回も撮ったんですよ。なので、まあ自分は画角にも映らない状態で、見学を今してる状態で、ゆくゆくはもう見学もせずに、退こうかなというふうに思ってるんですけど、その部分に関しては。でもですよ。それはそれで、ちょっと自分的には楽になった部分があるんですけど、いろんなところで着々といろんなことが進んでいてですね、まあこれで済まないような状態になってきてるわけですね、もう。本当に。まあ暗い顔して言ってますけど、決して暗い話じゃないんだけども、僕の気持ちとしては、いやこれ本当に、我々このモノリシジャパンという会社でね、今少人数で、令和の虎を動かしてるじゃないですか。もう限界だね。みんなの野戦病院化してるような状態だと思うので、本当に助けてくださいっていう感じなんですよ。なるほど。ということですね。まあなんか、ちょっと僕も軽減されたのかなと思ってはいたんですが、はい、まあそうは言っても今収録他にもたくさんありますし。そうなんですよ。だから、まずね、まあちょっとだけ言うと、はい、この収録日数が格段にこれからまた増えるんです。はい。で、それは僕が出ないといけなくなっちゃったりもするんですよ。はい、はい、はい。で、そういうことで、実はね、まあ、皆さんには分かんないと思うんですけど、裏側ってすごいじゃないですか、令和の虎って。はいはい、まあ、4年半かけて、こういう仕組み作ってきたんだけど、裏側で我々 SM 事業部って言われるところのね、うん、スタッフが動いてることってのは、本当にとんでもない状態で動いてるわけで、はい、そこにですね、できたら、はい、もう新しくですね、優秀な方を、一人と言わず、二、うん、人でも三人でも四人でも五人でも六人でも、来てほしいということでございまして、はい、前もね、はい、動画を流して社員募集をしましたら、おかげさまで、やっぱ令和の虎が好きな人たちこんなにいたんだなっていうのは、ね、痛感するぐらいで、あの時、100名超えましたね。ね、はい。いや、200名超えました、応募は。そのぐらい、はい、来ていただいたことがあったんですけれども、うん、改めてですね、もう一回、ちゃんと真面目にですね、はい、さらなる社員募集をさせていただこうと思って、はい、今日動画撮ったということです。ということでございます。はい。まずさ、ズッキーの方から、はい、じゃあこの SM 事業部、ソーシャルメディア事業部っていうところで、はい、令和の虎をね、運営をしてるんですけども、いろんな人がいる中で、はい、どんな仕事をしているのかっていうのをちょっとお伝えしてもらいたいですかね。はい、はい、まあ、基本的にはですね、YouTube の運営ということになるんですけれども、その YouTube っていうのは令和の虎チャンネルもそうですし、はい、受験生版タイガーファンディングっていうのが、まあ、主なチャンネルになりますね。はい、で、こちらに関しましては、まあ、月にあれだけの動画を配信するにあたってですね、虎の方々、志願者の方々っていうのを、まずアサインをしながらですね、収録日を確定して、で、私たちのところでは収録とか、あと編集とかはしないんですけれども、はい、まあ、そこの収録の手配だけをしていくと。うん、で、3日間かけて、タイガーファンディングであれば収録を取り終えて、で、その取り終えた動画をですね、また編集者の方々に編集していただいて、うん、で、配信スケジュールを決めたりですとか、うん、あと構成をしたりですとか、はい、うん、あとは、まあ、配信の設定ですよね、はい。結構これもテクニカルなことをいろいろやったりとかしてですね、うん、で、配信が流れた後には、その結果をちゃんときちんとこう分析をしながら、改善を加えていくって、はい、この PDC をずっと2チャンネルで回していて、はい、他にもまあ、フランチャイズチャンネルさんとか、はい、まあ、そういうところもですね、少し運用をお手伝いしたりとかってことをしているというのが、はい、まあ、YouTube にまつわるところですね、はい、だからちょっとここまでで間違ってもらってはいけないのは、はい、動画編集ができる人を募集するって話ではないんですね、はい、全然、はい、まあ、それだけちょっと言っておきましょうね、はい、で、まあ、こういう簡単な動画であれば、まあ、自社のスタジオで自分たちで撮ったりとかしたりすることはありますという感じですかね、はい、で、 YouTube にまつわるところはそういうところで、あとは私たちはオンラインサロンも運営しておりますので、はい、オンラインサロン、まあ、Facebook を使ってですね、日々投稿したりですとか、はい、コンテンツを考えたりですとか、まあ、そういったことをしたりですとか、うん、あとは、まあ、オンラインサロンから発生して、このレトララウンジっていうものがありますので、はい、まあ、この飲食店のところですね、ここに対して、まあ、いろんなイベントを企画したり、集客をしたりですとか、うん、あとは、まあ、実際に、まあ、そのラウンジに顔を出してですね、うん、まあ、これはそんなに頻度高くないですけれども、運営手伝ったりとか、はい、まあ、そんなこともしたりしています。はい。はい、まあ本当に一人が必ずこの仕事って決まってるわけではなくて、チームが二つあるんですね。はい。それちょっと教えてください。まあでもこれは、はい、まあ一応こう、マーケティングチームっていう感じで、はい、YouTube を流した後にアナリティクスを解析しながら、まあ新しい何か企画ができるかとか、うん、まあ今自分たちのチャンネルに上がってる動画を少しこう、マイナーチェンジしていきながら、はい、再生数が上がるようにしたりとか、そういうことをやってるチーム。はい。というのと、あとプロモーションチームっていうものはですね、特にこのオンラインサロンの集客だったりとか、コンテンツを考えたりとか、うん、まあラウン
感じの集客を考えたりとか、うん、なんかそういったことをしたり、まあ、はい、新しいもう他社さんとのつながりみたいなところで、はい、いろいろとこうつながりを作っていったりとかしている。まあ、何にせよ、今回募集をさせていただきたい人たちっていうのは、はい、モノリスジャパンという会社の中の一事業部である SM 事業部、はい、ソーシャルメディア事業部で仕事をしていただく方を募集しますから、間違いなく、受験生版タイガーファンディングを含む令和の虎、うん、はい、この仕事に関わっていただけるということだと思います、はい、ですから当たり前に虎との接触だとか、うん、志願者の方々との接触は非常に多くなる仕事ですよ ね、はい、だからまあ少なくとも人が好きでないと、うん、ね、絶対に務まらない仕事であるのと、何がこう資質として必要ですかね当然今社長が言ったみたいに好きって思いがあるってことは大事条件ではあるんですけど、はい、好きだけじゃできないという感じは絶対できない、間違いなくありましたですね、はい、これ前の動画でも僕ちょっといやらしく言ってるんだけど、はい、正直言うとやっぱり能力高くないと無理な仕事なんですよね、うん、少々なんか令和の虎が好きだから関わりたいなぐらいの気持ちでは残念ながら多分できない仕事だと思うし、うん、これはお互いにとって不幸になると思うので、うん、やっぱりある意味自分自身の持ってる能力に自信のある方が必要だと思ってま す、うん、すね、これをまあ力で言えばですね、うん、論理力であったりとか、うん、瞬発力であったりとか様々あると思うんですけれども、まあ全部を兼ね備えてなくてもいいですよ、うん、だけどやっぱりね、いろんなことに、これもう細かい仕事なわけです、うん、令和の虎っていうか YouTube っていうのはね、はい、だからズボラでのんびりした人厳しいかもそうかもしれないです ね、であとは結構一つのタスクしかできないっていう人よりは、はい、マルチタスクでこう幅広く視野が広い人とかっていうのはいいですし、あとは、はい、やっぱりこれからもまだ言えないんですけれども、新しい事業がパンパンとこう生まれていきやすい事業部ではあるんですね、はい、去年ももうラウンジの立ち上げなんて言ったら2ヶ月ぐらいで全て手配して終えてしまうっていうぐらいのスピード感で、新しい事業が非常に動くので、まあ日頃のその細かいところのタスクと、あとは新しいことが始まった時にクイックにちゃんと動けるっていうところ、この2つをちょっと兼ね備えているっていうのは、そうですね、まあ、朝礼母会が多い会社ですよね、はい、あとね、一つ言っときたいのは、前の時にはですね、うちのオフィスババだったじゃないですか、今はですね、これ撮ってるとこもそうなんですけども、日新宿ど真ん中ね、新宿モノリスというね、でかいビルの中で我々やってますので、はい、まあ通勤はね、はい、非常に楽だし、アフターファイブというかね、うん、夜も楽しいことがいろいろ待ってんじゃないかというのもあると思いますよ。はい。はい。まあそういうことで今日は改めて正式に募集します。概要欄に詳細貼っときますので、申し込みフォームから、お入りいただいて、ぜひご応募いただければ嬉しいかと思います。はい。普通の会社の中途採用のように、面談一回やって終わりみたいな形にはならないと思います。うん、まあステップもいくつかあると思うんですけれども、それでもちょっとチャレンジしてみたいなという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひとも振るってご応募いただきたいと思います。はい。はい。年齢はですね、22歳から30代ぐらいまでかな。まあ、そうですね。はい。はい。やっぱ若い方には来てもらいたいなとは思ってますけどもね。うん、はい、何せですね、僕と一緒にやってるズッキーがまだ40になるかならないかの、はい、ところですので、はい、あんまり年上つけてもらえない。ね。遠慮するもんね。はい。まあ、俺は特にそう、縦社会で育ってると、はいはい、なんかそういうのなかなかねっていうのはあると思います。はい。はい。なので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい。はい。ということで今日は正式なる社員募集の動画でした。はい。ぜひご応募いただきたいと思います。お待ちしております。仲間とつながれる、虎とつながれる、もちろん主催ともつながれる、令和の虎ファンクラブ入会はこちらから。